こんにちは、藤原産業のいつもの僕です。今回は2024年の新商品の中で、まあ、暑さ対策グッズいろいろ紹介してきましたけど、これがあればさらに助かる商品を紹介したいと思います。よろしくお願いします。このクールベストってどういう時に使うんですかね。基本的な使い方としては、はい、メッシュ型のベストに保冷剤を入れます。保冷剤を入れて、あとはあのこういったファン付きのウェアを着て、ここのファンを回すことで冷たい空気がウェアの中で循環して、より快適に作業ができる大変便利な商品となっております。はい、今回何が新商品なのかということで、はい、メーカーさんのメッシュベスト持ってきました。用途一緒ですね。保冷剤入れてファン付きウェアをで冷たい空気を循環させるというのは一緒なんですけど、はい、どうですかね。見た目全然違いますね。デザインが違います。はい、これなんでデザインが違うかと言いますと、はい、実はこのメッシュベストっていうのはだいたいインナー用で作られてます。はい、はい、アウターでも使えるんですけど、ちょっと恥ずかしいかなと思うんですけど、はい、今回の藤原産業が作ったメッシュベストはインナーでもいけますし、はい、アウターでも遜色のないデザインになっております。はい、ちょっと一回着てもらいたいと思いますので少々お待ちください。はい、着てみました。はい、どうですかね。一周回ってもらっていいですか。はいはい、なんでアウターで見えるかっていうと、やっぱりここの特徴としてはメッシュベストよりも丈が長いんですよね。そうですね、ここの部分が。なので違和感なくアウターとしても使えるというのが一つかなと言います。であとどうです、ストレッチ素材使用してるんですけど、はい、こう上げた感じとかどうです。そうですね、体にフィットしてる感じがしてすごく着心地がいいですね。着心地いいですか。わかりました。もちろんこれ後ろ向いてもらったらいいですか。はい、ここに藤原産業のワンアップアシストグッズのマークがついてるんで、はい、反射プリントでなっております。アウターとしても使えるということで、実は前にポケット2つついてるんですよね。見てください、ここですね。はい、ここにポケット2つついております。はい、でもちろん保冷剤を入れるところもありますので、はい、保冷剤入れるところは3箇所あります。はい、今脇に2箇所、左右に2箇所です。ちょっとですね、はい、2箇所入れています。であと背中にここの部分ですね。そうですね、1箇所入れれます。はい、あとですね、保冷剤、はい、専用の保冷剤用意しております。こちらですよね。はい、こちらついてる保冷剤と、まあ、よく見る保冷剤、はい、何か違いってあるんですかね。そうですね、ちょっと触ってみてください。触ったら何か分かります。何か違うでしょう。そうですね、ちょっとこちらの裏面になるんですけれども、はい、ちょっと弾力があって。そうですね、はい、はい、この保冷剤見てください。こちらの面は外側になります。反対向けてください。はいはい、こちらを体側にして使用してください。はい、これ何てかと言いますと、こちら外側にしてくださいっていうところを外に向けると、はい、例えば直射日光バーって当たりますね、アウターとして。はい、すると通常の保冷剤でやると普通に熱を吸収して溶けやすくなってます。はい、でこちらは、それを保護するために、少しちょっと工夫しております。それによって従来品よりもちょっと溶けにくくなっております。なのでこちらを使っていただいたら一番助かるかなと思います。はい、一袋の中に何個入ってるんですかね。こちらのパッケージの中に2つ入ってます。なので脇2つ用ですね。はい、ところでなってます。これがアウターとしてこういう風な使い方がありますよというところです。次はですね、例えばですね、ここに仮払い機があります。ファン付きウェアを着ながら作業するという場面です ね、 そうですね、はいはい、っていう時にどうなるかちょっと見てみましょう。そうですね、まずスイッチつけていただいて、はい、で例えば、まあ、来たままやるとここのバンドですね、肩掛けバンドがやっぱり空気の循環を妨げるので。そうですね、今こちら側は非常に風が通ってていいんですけれど、はい、こちらはあまり、そうですね、分断されてしまっているので、やっぱり少ないですね。うん、なので、まあ、草刈りされる方ってあんまりこういうの多分されてないと思うんですよね。今回、新商品のクールベストアウターでも使えますよということなので、はい、一回脱いでもらっていいですか。
止めていただいて、この状態で、はい、この状態でカリバラ液を下げてもらったら、はい、あ、これはこれでいいですね。そうです。何がいいかというと、やっぱり両脇のところの保冷ベストがですね、はい、直接こう持った時に脇に当たって気持ちよく感じますね。そうですね。なのでこういったアウターのメッシュベストの活用方法というのも、こういった草刈りを作業される方にもすごいフィットしてるかなと思います。はいはい、あとはこの状態プラス、はい、まあ、この、 あのファン付きウェアを組み合わせることで一番ベストかと思います。そうですね、多分この使い方が一番ベストだと思うんですよね。はい、これで、ね、ファン回していただければ、一般的な建築現場で働いている職人さんもそうですけど、あとはレジャーで外出される人、アウトドアフェスとか今後ありますよね、夏場に向けて、はい、そういった人に向けてクールベストがすごい活躍すると思います。はい、でこちらの商品は3サイズ展開しております。はい、M、L、XL と3サイズで展開しております。はい、それぞれのサイズは画面のどこかに書いておりますので、それを見て自分に合ったサイズをご購入ご検討していただければいいかなと思います。途中でお話ししましたけど、こちらの保冷剤、こちら最初にですね、2つ入っておりますので、買い足したいというお客さんがいましたら、こちら単品でも販売しておりますので合わせてご購入お願いします。はい、こちらの保冷剤ですけど、使用上の注意としては冷凍庫で8時間以上冷凍させて使うようにしてください。夏向けの商品なので、はい、ファン付きウェアとできれば買い合わせして使っていただければ僕らも嬉しいです。2024年の新商品としてはこちらですね、冷感コンプレッションロングスリーブの表面は迷彩色のダークカモ、裏面はタオル生地の黒、販売させていただきます。はい、こちらの商品も3色展開で、表はブラック、裏はグレー、表は黒で裏も黒、ちょっとネイビーっぽいんですけど一応黒ということと、先ほど紹介した手前がダークカモで裏がブラックというところの3色展開と、サイズも M、L、LL、3L の4サイズ展開しております。サイズの目安っていうんですかね、いうのはどっかに入れていただくと思うので、またそれを見てください。こちらのクールブリーズの冷感コンプレッションシャツなんですけど、これ一つ特徴がありまして、表面は冷たく感じる生地を使っております。裏、これ驚きですよ、じゃじゃん、ちょっと裏違うんですよね。裏は見えますかね、メッシュ生地使っておりますので、こちら側はまあ冷たく感じる、裏側は通気性がいいので乾きやすいというところと、あと体が蒸れにくいというところが特徴だと思います。それ以外のところでもですね、もちろんコンプレッションなんで伸縮性がめちゃくちゃいいです。先ほども言ったように吸汗速乾性もあります。 UV カットも施されております。あとですね、後ろ見てください、ここにワンポイントで藤原産業のブランドワンナップアシトグッズのマークがついております。反射テープ代わりになっております。ここの脇のところですね、ここですね、ちょっと黒いで見づらいと思うんですけど、ここに消臭テープがついておりますので、匂いが気になる方でも気軽に着れるシャツになっております。夏向けにすごいぴったりな商品だと思いますのでよろしくお願いします。あともう一点、これと同じ生地で実はレギンスも作ってるんですよね。こちらですね、はい、こちらの商品はクールレギンスという商品です。で同じ生地使ってますので、冷たい生地採用してますので、すごい快適に作業できると思います。でこちらの商品はサイズは M、L、LL、3L の4サイズ展開、色はこちらブラックとダークカモの2種類取り扱っております。ぜひご検討お願いいたします。今回紹介するこちらクールブリーズシリーズなんですが、この生地感
どうかなと気になると思いますが、結構ですねサラサラ滑らかで接触冷感生地使ってますので、ひんやりと冷たくて気持ちいい生地となっております。今5種類並べております。これの一番特徴はこちらにも書いておりますけど、接触冷感機能、一部メッシュ生地になってますので通気性もあります。あと吸汗速乾、ストレッチ伸び縮しますよというところと、 UV カットと反射プリントですね、こちらにおりますので暗いところでも出すというところです。商品の方は垂れ付きのヘッドキャップ、ヘッドキャップ、これはヘッドバンドですね。こちらは目だけ出るようなバラクラバという商品です。とあとアームカバーがあります。この4個の方は消臭テープがついております。アームカバーについては消臭テープがついておりません。ついてるところはちょっと分かりづらいんですけど、前側のおでこのところに消臭テープがついております。他の商品も同じで前側にここら辺ですねついております。まず最初にこちらですね、クールヘッドキャップという商品です。こちらはサイズはフリーになってます。カラーはブラックとダークカモ、迷彩色ですねの2種類取り扱っております。私今帽子かぶってるんですけど、見えるかな、ここの真ん中のところはメッシュ生地になってて、サイドの部分が接触冷感生地になっております。ヘルメットの下に装着して、蒸れるのを防ぐことも可能ですし、普通の、帽子をかぶっていただいて外出していただいてもいいですし、バイク乗ってる方とかももしかしたらフルフェイスのヘルメットかぶっとくとやっぱ頭の中ここ蒸れちゃいますので、こういった時にももしかしたら使えるかもしれません。次にこちらの商品ですね、ヘッドキャップの垂れ付きの商品ですね。サイズはフリーサイズで、カラーはブラックと先ほどと一緒でダークカモ迷彩色の2色ですね、販売させていただいてます。垂れ付きっていうことでちょっと私かぶりますね。垂れがついてるので強い日差しが首元当たりますよね。やはりここが焼けるとやっぱ体力消耗っていうのがすごい感じるんですよね。そのためにこの垂れがついてる分で暑さあと体力消耗を軽減すると商品になっております。これも同じで垂れの部分と両サイド、こことここは接触冷感生地、ここのてっぺんのところはメッシュ生地になっております。よくやっぱり現場作業でする方ってやっぱここをなるべく守りたいっていう人結構いるんですよね。ってなった時にもうこのままヘルメットをかぶっていただければここが防げるので、さらに接触冷感なのでちょっとひんやりと感じると思います。こういったところでも使えますし、ロードバイクとか乗ってる方とかももしかしたらヘルメットかぶってここって結構焼けると思うので、こういったのをしていただければロングライドでも耐え切るという商品になるかもしれませんね。次にですねこちらクールバラクラバという商品ですね。ちょっと聞き慣れない商品ですね。こちらはサイズはフリーサイズ、色はブラックと迷彩色ダークカモ、こちらの2色販売させていただいております。今実際ですね私首に今つけております。これの使い方っていうのも3種類あります。例えば目だけっていうところと、口元だけを出して顔全体を残して頭から首元まで覆うタイプ、あとはですねもうこれ全部外しちゃって首だけ守るネックウォーマー的な機能も果たせます。ってことで一つの商品で3役果たせます。こちらの商品もここメッシュ生地ですね、はい、それ以外の部分は接触冷感生地となっております。次にこちらヘッドバンド、こちら商品を紹介します。こちらもサイズはフリーサイズ、色もブラックとあとダークカモ迷彩色ですね、2色販売させていただいております。ヘッドバンドなんで皆さんご存知だと思いますけど、これ1個特徴がありまして、これ裏見てください。こちらおでこのところがタオル生地になってますので、おでこのところにしていただければ汗をしっかり吸い取ってくれると
というところです。もちろん単体でもつけてもらってですね、ランニングでもいけますし、ヘルメット、ヘルメットでもこういった汗取りパッドとかついてる商品もありますけど、ついてなかったらこういったのを使っていただいて装着してもらって作業をしていただくというところで、こちらの商品をご用意しております。最後にこちらアームカバー、こちら商品を紹介させていただきたいと思います。サイズはフリーサイズというところと、あとカラーがブラック、ネイビー、ダークカモフラの3色販売しております。こちらの商品結構ストレッチ性があります。私今日半袖でもないので、ちょっとマネキンさんの方にこちらのネイビーのところをですね、色がついてるところは接触冷感生地になってます。はい、つけてもらってる、ちょっとこれこれって申しますね、はい、こちらの部分がメッシュ生地になってますので通気性もあります。こちらの商品本当にいろんなシーンで使えると思います。普段でも使えますし、業務でも使えますので大変便利な商品だと思います。今回は2024年の新商品、暑さ対策グッズであればすごい便利な商品を紹介させていただきました。今年の夏も多分暑いので、去年購入されて買い替えたいなと、新しいの買ってみたいなと検討されている方は、この動画を見ていただければこちらの商品が欲しくなると思います。ぜひご検討ください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価と LINE の公式アカウントも開設しましたので、そちらの登録もお願いします。それではさよなら。